こんにちは、倉田和義です。クラビーです。今日もご視聴ありがとうございま す。今日は何やるの？今日はね、僕が毎日練習するこのリバウンドのエクササイズ、スティックをね、こうバウンスさせてコントロールするってやつの練習の説明をやろうかなと思います。ああ、ピアノでいうハノン。そう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 、まあ、大学でね、これ必ずやってもらったりしてるんですけど、コンスタントにやるとね、やっぱ全然違うんですよね。ネットレッスンとかでもやっぱ使えますけど、これちゃんとやってる人って上手くなり方が全然違う感じ。そんな違うもんなの？まずね、手が動くようになるんで、まあ楽しくなるじゃないですか。そうすると楽器に触れる時間も長くなるし、やっぱりジャズのスイング感っていうのは音色なんですよ。で、やっぱスイングする音色が作れるようになるっていうのが、やっぱ一番僕はおすすめする理由ですかね。効率的。そうなんですよ。なので毎日の練習にね、基礎練習にぜひ取り入れていただきたいなと。毎日ってハードル高くね？まあそうだけど、これやるのに練習パッド出して多分全部で2分ぐらいしかかかんないから、なのでまあとりあえず気分が乗らなくてもまずこれだけはやってみるみたいな形すると、やる気が出るとその他の練習も始めればいい。やる気が出ないときは、まあそうね、その時はもうその日はそれでやめちゃいましょう。だけど、この2分の積み重ねっていうのはやっぱ1年2年経つと全然違うじゃん。楽器上達のあるあるだね。そういうことです。というわけでですね、ぜひ、取り入れてやっていただきたいなと思いますが、こう、やる時のね、コツとかもね、全部、説明してるので、本編の方をぜひ最後まで見てください。うん、それでは本編の方をどうぞ。どうぞ。はい、それではまず基礎練習からやっていきますね。基礎練習ですね。まず椅子にこう座ってもらって、椅子は、まあ、椅子のちょっと前の方に座ってもらう。その方がこう足に体重乗せやすい。後ろにこうガーンって腰掛けちゃうと足があんま上がらなくなっちゃうので、このように前の方に座ってください。で、右足をここに乗せます。で、ジャズの人は足をこう、ここをこう押さえつけずに、このかかとも下ろしたままつま先高でこう踏んでくれればいい。でポップス系をやる人は、こう足はもうこの状態が休憩状態で、でせーので足全部を持ち上げて下で蹴り上げてドンって落とすイメージね。これが、基本のポイントになります。まず足これね。で、スニアの高さはここからこうやって持ってきてですね、これ練習パッドでもそうですけど、高さを、ちょっと角度をつけてもいいんですが、こっちでもいいし、こっちでもいいです。ただ、ここの手前の部分がですね、どちらかというとこう、ベルトと同じ高さぐらい、意外と高いですね、イメージ的には。で、これぐらいの高さにしてください。そうすると、こう、手を構えた時に、ここの支点がここスレスレになるので、ね、これポイントです、ここがね。で、ハイハットはこのように、置いといてもらって、まあ、足を乗せるだけでいいんですが、一応ここの、譜面上ではここに右足、両足、右足、両足になっているので、左足ができる人はやってみましょう。難しい人は右足だけでいいです。はい。でこれを8分音符を、こうタッ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 って4拍目で止まります。これで4小節の感覚を基礎練習で身につけます。いってみますね。せーの。4,2,3,4 で止まるってことね。これを右手からやっていくことね。で、その時のポイントです。これ。今これをやったのね。で、ポイントとしては、支点を意識しましょう。支点はここにも書いてありますが、人差し指の第二関節ぐらいと親指の第一関節ぐらいで挟みます。で、ポイントはここがちょっと空いてる方がいいです。で、こう、いわゆる蝶つがいを作っておきたい。で、バランスポイントといって、ここの3分の1ぐらいをここでつまみます。ね。で、人差し指の先で、このように、こう、バウンスさせます。まあ、よくあると、こう、上から叩いてあげるんですが、ここがこう、ここは全く動かず、こうですね。で、他の指も添えて、で、ポイントの2つ目、今度はポイントとしては、ドリブルするときに、高いところスタートしないと、ここからドリブルしようと思ってもすごい大変じゃん。こうやって上げていくの。だから、1エネルギーがいるので、せーので上に上げてください。で、ここからここまで戻す。こういう感じ。
で視点を意識のここの第2弾のこのグッドとバッドって書いてあるやつ、要はスニアドラムに対してこのここの視点がこう上がっちゃうと、このボールはこう45度からこう来ちゃうじゃん。したらこっちに帰りたくな、こっちに行きたくなるのに無理やりこっちに帰るから、要はものすごく効率が悪いです。こいつが垂直に落ちてくるためにはここがこの縁リムといいますか、この縁ギリギリがいいです。でスナッピーはまあ入れといてもいいけど、うるさいんで外しときましょう、ね、で右手がうまくいったら次左手もやってください。で左手の練習するときは右手がうまくいったら両手同時にやる、右手真似するから利き腕が終わったら両手一緒にやる。で外す感じで最低60度以上って書いてあるでしょ。だから、できれば90度だけど、ここが90度だけど、まあ、早くなってきたら60度ぐらいまでは落としてもいいけど、それ以上は下げるんだったらあんまり意味がないです。だからとにかくそのこうここを早くてもこうここの角度を保てるようにしっかりバウンスさせてる。ここが支点でここが力点で、こうやって動くようにね。で、よくやらせるのはこの感覚です。この先を握ってね、ここの先を握って、こうやって合わせる。テレビ見ながらやると意外とうるさがれますが、これをやってください。で、これをそのまま持ってきて、ここでやる。3分の1のところで。これが叩き方です。基本ね。で、視点はここは全く動かないようにして、で開いても、っていう感じですね。これを1セットで、これを2セットできるようにしてほしいです。まずは90のテンポで一緒にやってみたいんですが、一回僕やってみます。したか。じゃあ一緒に一緒にできたでしょうか。これをテンポ200まで持っていきます。少しずつ上げてね、テンポ上げてみてください。これが基礎練習の基礎です。お願いします。